こんにちは、ゆーぽんです。牛乳吹いたら負けというゲーム、皆さんご存知でしょうか？まあこれ結構ね、何年か前に流行ってたアプリなんですけども、私はですね、一回も遊んだことがないので、今日は初めて牛乳吹いたら負けというゲームで遊んでいきたいと思います。いやー、私一回ね、ボツになった動画があったんだよ。それがゲームを吹いたら負けっていう実写版実写版っていうか、なんか昔の動画を見て牛乳を吹くかどうかみたいなメインチャンネルでやってたんだけど、ボツになったんだよ。なんかつまらなすぎて。それはちょっとね、ゲームでやっていこうと思います。じゃあ行きまーす。スタート。いや、まさかそれをゲームでできるとは。そう、これこれこれ。牛乳吹いたら負け。まずそもそもなんでお前口の中に牛乳入れてんのって話なんだよ。はい、じゃあまず、始める。やっていきましょう。ここに牛乳がたくさんね、入っているということで、まあ、出していきたいですね。始める。え、これは何？牛乳吹いたら負けってことは、孵化しちゃダメってこと？ 1。遊び方、気になるところタップ。矢印で移動ができるよ。なるほど。手に入れたアイテムは、ドラッグ&ドロップで使おう。なるほどね。じゃあ行こう。男の子が塩胡椒。男の子が塩胡椒。お前塩胡椒持つ？おー、できた。あ、牛乳を吹かせるゲームなんだ。なるほどね。吹いちゃダメなのかと思った。フィクションってことで。単純だね。次行きましょう。わ、なんかすごい。開けて、あ、扇風機ある。こいつズラなんじゃね、実は。これ。いけ！来る？ほら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 ！私結構上手いんじゃない？吹かせるの。はい、次のステージ。お！また男の子がいる。こうかな？赤帽子。え、赤帽子で笑うか？かぶる？あー。さすが、どんな帽子もお似合いだ。いや、別に、確かにまあ、似合ってるね。え、じゃあ帽子をこいつにかぶせんのか。どれが帽子かわかんねえ、みたいな。あー、いや、そういうこと？あんまり面白くないけどね、目の前でやられても。次、お、女の子がいますね。さあ、ロッカーの中は扇風機。これは、スカート。いけ！パンチラで牛乳を吹いてしまいました。これはなんかさ、紅白が出てきそうな気もするけど。続いて、お、お、ラムネ持ってるね。コーラが入ってんの。あ、入ってたコーラ。どこでやるかにもよるよね。こいつの前でやるか。なんだって？あ、お前か？ここか。え、どういうこと？どういう流れで吹いたの？これはね、どういう流れで吹いたの？びっくりしたピコみたいな。え、続いて。お？骨が落ちてる。ハサミ。ゲットして。犬が？なんだこの犬。ハサミってなんだ？あ、切る。え、どこ行った？危機を感じたのか、犬が逃げてしまった。あ、骨を食わせて、髪の毛を切る。どう？いや、リーゼントになんの？嫌なんだけど、こんな犬、リーゼント。続いて、お、ここはもう掘れと言ってるもんだけども、どうしようかな。まずここ掘って、え、誰？スコープ取って、こいつを落とし穴に入れるのか。落ちろ。え？お金ゲットした。これをどうする？どこに置く？お前に渡せばいいのか。いや、いやらしいね。お！来た！ボーズマン。野球をしようとしてて、こっちにはこいつがいる。持つ。持って。あ、あったあったあった。このヘルメットをお前が被る。あ、違うか。ここでヘルメット取って、で、こいつに持たせて、で、ヘルメット被る。で、僕が投げる。そして、で、ブショーってかさ、なんでまず牛乳含んでんの？口の中に、いつまでも。お、なにこれ？あ、釣り竿がある。魚を焼くのかな？え？なんで？なんでガスマスク？とりあえずこう取って、魚出ました。
けど、これを誰に被せるか、お前か。おい、もうさ、この時点で笑うくない？もう。この時点でしんどいよね。魚役。どう？どう？煙でやられる？お？お？どう？無敵だけど俺はダメだった。はい、続いて。お、教室に戻ってきた。塩コショウまず取って。え、なにこれ？え、なにこれ？え、これ何？これ何？これ何これ？塩コショウ。あ、もう塩コショウ効かない。教室右側にあるかも。え、どういうこと？塩コショウはもう効かない？うざ！これ取る。さっき取った方がいいのかな？塩コショウ。お？あー、なるほどね！右側ってここにつけろってことね。うわ、うまっ！こっちなんかあんだ。うわ、ほんとだ。なにこれ？ちょ、お前にプレゼントあげるよ。お前にプレゼント、これ。あ、びっくりした。おぉ。塩コショウは引っ掛けです、皆さん。はい、続いて、プレゼント。びっくり箱は多分こいつもびっくりしないから、おぉ、待って、お前も来た！お前も牛乳野郎だ。ちょっと待って、ここを吹かしてくれ。よしよし。え、掃除をするとは偉い。先生に褒められた。あ、やべ、優等生だ、私。え、じゃ、雑巾は、どうしよっかな。雑巾持ってじゃん。雑巾。持たないか。じゃあ、こいつにびっくり箱だ。はい。うわぁ、単純だ。うわぁ、うわぁ、牛乳が、お前吹きに行け。お前吹け。私が吹かないといけないの？お前の。あ、で、汚ね雑巾を、拾って、こいつに渡す。汚ね雑巾を。どう？ねえ、かわいそう。はい、続いて。あれ、普通だね、なんか。お？やはりこれ、どっかにつけんのかな、これ。どこだろう？お前、あ、なんか矢印ついてる。あ、時計の針だ！オッケーオッケー。あ、デスソース。間違えた。もう他のお家でかい。とりあえずデスソース取ってからの時計だね。時計の針取って、デスソース取って、これを渡す？いや、違う。これを渡す？え？で、取って、デスソース取って、デスソースを先生にやる。ん？待って、これもあったな。これ引っ掛けだな。12時にして、給食が来ました！給食来ました！デスソースかけました！で、お前にやる。あ、こいつか！食べろ！火吹いちゃった！火と牛乳！続いて、お！指名手配がいますね。さっきのおじさんですね。わ、なんでこれ？カメラ持ってる。カメラ取り返す。あれ？写真！え？物置見えてた？ちょっと待って。こいつがいる。カメラ、待って、カメラ持たせる？違う、自撮りしちゃった！なんでお前自撮りすんの？マジ最低、この牛乳野郎。マジでやだ。思ったらもう、坊主くんに渡すわ、もう。取ってきて。で、ちげえ！あ、ねえ、いらないんだけど、何これ。あ、こいつに変えればいいのか。かわいそう。それを分かったうちも相当やばいけどね。続いて、お、先生来た。これは？お、何これ？ペン。あー、もう、うっざ、お前来んなし。ちょっとこれをあったかくして、どう？え、どういうこと？ここに書けばいいの？え、何これ、どういうこと？もうさ、このおっさんの存在自体が面白いんだよ。別れる。続いて、お、女の子が来ましたね。鏡。お前自分の顔見てみたら？うわ、マジ、あのおっさんが来そうで嫌なんだよな、私。メダカがいる。ピカーン。え、ここに反射！どう？ああ、眩しいか。ごめんなさいね。これだ！ここでくっつける。で、開けて、鏡。そしたら、
燃える。って吹く。かわいそうだね。ノート燃える。隣の席の男からの牛乳が飛ぶっていう。お牛が来ます。新キャラでございます、皆さん。蜂の巣をどうするか。上だ、おっさん。あ、大丈夫だね。おいっぱいだぞ、いっぱい。いっぱいもらえる。これをかけて、かけて、どうした、どうした、いけいけいけ、え、蜂は相手触れなくてよかったんだ。なるほどね。はい、ということで続いて、上履き、靴、入れるやつ。で、猫じゃらし。え、なんだろう。なんだろう。履く靴。あ、入ってるよね。上履き4、上履き。なかなかのファッションセンス。確かに、こいつ履いてんのか。え、じゃあこれを、上履きを、え、なにこれ、どういうこと、上履きを、猫じゃらし、ちょっと待ってよ。これを、これ、どう、あ、靴どっか行った、猫じゃらし何、靴履いて、え、人の上履きを履き、あ、わかった、はい、わかったわかった。足こしょこしょさせるんだ。オッケーオッケー。上履き、とりあえず脱いで。あ、ビューン。で、この上履きは関係ない。で、猫じゃらしを足の裏でこちょこちょさせる。どう？来た。これ結構くすぐたいよね。続いて、鍵が埋まってる。で、カブトムシ。あ、ここの鍵開けるんだ。本当に？あの、おっさん出ない？大丈夫？虫網。取ってきなよ。坊主くん。あ、じゃあ私が取ってくるわ。取って、え？え、待って、どういうこと？何をすんの？逆にここで取る。どう？あ、わかめ取れた。いいね。で、わかめ、どう？あ、食べてる。ねえ！怖いんだけど。え、じゃ別にカブトムシは関係ないんだ。おっと！このエロ本をね、あなたが読めばいいだけなんだよ。怖い話ではなくて、あなたはこれを読めばいいだけ。お前が読めばいいんだ。あ、違う。これを、え、なんだ？電気消して。え、だからちょっと待って、電気。取って、ここに置いとく？で、消す。あそこの黒板に貼れるってことは、これを置いて、え？怒っちゃった。ねえ、なんで？ちょっと待って。ちょっと待って。怒らないでよ。取って、これも置く。消す。ねえ、なんでだよ。だからあんたが読みたいんでしょ？本当は。なんかないの？あ！なんかチョークもらった。はい。チョークもらって、消す。お、来た！いや、まさかのチョークをゲットできるっていう。知らなかったよ。はい、続いて、神々しいですね。はい、これ取って、プロジェクターでしょ？ここ置いて、消す。あれ？部屋が暗いと眠たくなってくる。じゃあどうするっつうんだよ。消して、これを置く。どう？部屋が暗いと眠たくなるんだから、ここやって、消す。ねえ、なんなん？消す。出す。剣ゲットしました。持つ。消して、持つ。どう？え、わからん、これ。電気をつける。電気をつける。持つ。なるほどね。電気をつけないといけないんだ。じゃあ、てことで続いてラスト遊んでいきたいと思います。難易度がどんどん高くなってくる。お、ペン。ペン持って。うちは借りて。牛乳拭いて。ねえ、どういうこと？スコップ。白衣。掘って。出てきた。キラキラ
吐く生きる、きた。で、キラキラつける、牛乳吹いて。どう？きたー。はい、ということで今日はね、こちら、初めて牛乳を吹いたら負けというゲームをプレイしてみたんですけども、めちゃくちゃ面白かったです。なんかね、思っていたよりもね、内容がすごく凝ってて、なんかね、他のゲームもこんな感じの似たようなゲームがあったので、まあ、こちらのゲーム好評だったら、また違う方もやってみたいなと思っております。ぜひね、作締め以外でも何かリクエストがあったら教えてくださると嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おつっぱん。牛乳吹いたらちょっとやってみたいな。もう一回再チャレンジしようかな、うち。